ヒロウ先輩、これは何ですか？ご飯の上に何も乗っていませんよ。バカには見えないってオチじゃないですよね。ですよね。訴えられたら即負けですもんね。みたいですね。プリンは大好きなので嬉しいです。後で持ってきてくれるんですかね。どうしたんでしょう。私もさっきから気になってたんですよね。どうしたんです？懐かしいですね。小さい頃やりましたよ。メロンの味でしたっけ？明らかに違うんですけど、それっぽい味になるんですよね。まか不思議です。え、うに丼じゃないってことですか？まさか。このお椀にプリンとお醤油を入れて混ぜて、ご飯の上に乗っけて食べろと。無理っす。人間にはできることとできないことがありますから。死んじゃいますよ。ホクホクご飯にプリンですよ。そんな成功率が汎用人型決戦兵器の起動確率並みに低い挑戦は挑戦とは言いません。まあ動かないとそこで終わっちゃいますからね。わかりましたよ。うわぁ、ねちょねちょ言ってる。もうなるようになれ。バルバロッサ伯爵が呼んでる。かく。急いで帰らなくてもいいじゃないですか。よく私が言おうとしていたこと分かりましたね。ヒロウ先輩も17が好きでしたか。それじゃ早速行きましょう。そんなこと言ったって逃がしませんからね。今日が発売日なのに。まだ他にもお店はあります。私は自分の目で見たことしか信じません。ない。次。ない。次こそは。一つ残ってます。自分を信じて。ひろうくん。久しぶりだね。私のことを覚えててくれたんだ。ひろうくんは元気？そっか。そうよ、ひろうくんは？変なの？あれはデートの途中か。ヒロウくんがどう思ってようが相手はデートのつもりだと思うよ。お茶でも一緒にと思ったけどお邪魔しちゃ悪いからもう帰るね。じゃあね。ヒロウ先輩、絶望を売られてきました。なんて勝手な先輩なんだ。真田先輩？真田先輩がいたんですか？あたしはお邪魔虫ってか？そのセリフ、あたしじゃなかったら泣きわめいてるよ。まあ、真田先輩なら仕方ないですかね。卒業式のあの伝説は永遠に残るでしょうね。正確な数字は分かりませんが50人以上はいたかと。でも一番のインパクトは最後でしたよね。ですからね。私はそこまで驚かなかったですよ。むしろ当然というか。しばらく真田先輩の好きな人は誰なんだって話しか聞きませんでしたよね。私は絶対ヒロウ先輩だと思ったんですけどね。ま、そうですけど。走って喉乾いちゃいました。どこか座りましょうよ。それじゃあ鳴沢にゴー。飲むだけですよ。先輩、次はカラオケに行きますよ。また？私、先輩とカラオケに行ったことありませんよ。誰と勘違いしたんですか？夢にまで私をひどすぎる。喋ってる最中は反則ですよ。舌噛んじゃうかもしれないじゃないですか。それよりも早くカラオケ行きますよ。そうね。そう？もうそんなに時間が経ったんだ。私は長かった。何？私もそれじゃ。できたのか。遅かったの。夕飯は食べるのかい？じゃあ今から焼くから待っておれ。今日は？そうか。生でも美味しかったぞ。そうか。ま、やってみるとするかの。なんじゃ、もう起きておったのか。さ最近は早起きじゃの。健康的だからよしとするか。それじゃあ朝にしようかな。